男子生徒の謎の事件、なぜ少年は死ななければならなかったのか。本当は殺されたのです。何があっても最後までやり抜くって決めたから。宮部みゆきのミステリー感動巨編、隠された真相を暴く裁判。本当のことが分かったらお前も傷つくかもしれない。真実の先にある希望とは。ソロモンの偽証。